ノクト、こっちだ。急げ、次が来るぞ。ほら、ギリ、立て直せ。援護するよ。これを、旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ、予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子、何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな。
こいつが外の厳しさか。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。ああ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。ほら、働き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい。せーの。調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。ウラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは離してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。エコに席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか。押してるよ。待ってたよ。どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでじいじが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。
よし、自由行動だ。あ、エルボーニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？オルティシエの魚料理、もう一度食べに行きたいな。いらっしゃいませ。何が知りたいんだ？標的たちだ。よろしく頼む。若いんだから肉食ってけ。準備は万全にな。ノクト、ここオートの金使えないよ。ならイグニスが用意してきてんだろう。聞いてみる。宿泊と自炊。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あの小さ。整備中だよ。どうしたの？整備代高いかなって。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろって、さっきジージが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのジージの試練、やるしかないね。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。ジージには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。外の品揃えって違うな。そういうもんか。いや、まずはこいつらだ。やるぞノクト。ほっ。
終わりだ。よし、次の地点へ向かおう。次はこいつらだね。ガンガン行こう。うわぁ、シャレに何杯って滑った。頼りにしてるぜ、軍師殿。ああ。とどめかな。これくらいなら大丈夫そうだ。ああ、だな。ほら、その調子だ、ノクト。ああ。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナ渡船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか。車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。いや。こいつらで最後だ。気抜くなよ。あれ、珍しい動物だね。エサに近づけば攻撃されるぞ。しかながら、ロックを、シールドブレイクして敵のガードを潰せ。いや、ほほら、つけろよ。おい、おい、全然滑った。はい、ノクト、応戦しろ。はいよ、やっ、おしまい。はぁ、見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。ノクト！
こいつ。シャッター。大丈夫？助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。ラウンの呼吸ってやつか。戦い慣れてきた。まあな。ぼんやりしてんなよ。誰が、ノクト！これで満足だろ。無事に済んだ。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。いや、待ってくれ。提案がある。なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て、巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だな。性格的に関わりたくねえ。ノクト、能力を使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。全て回復しろ。さらとどめだ、エグニス。遅れるなよ。どうだ。誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだな。頼めるか。放置できないほど危険なんだな。情報を教えてくれ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。ノクト、人に被害が出てはまずい。ここは王子として地域の安全を守ろう。ああ、相手はどうも変種のようでな。妙なのが、長いことハンターをやっているが、あんな赤い角を見たのは初めてだ。一旦休憩して体勢を整えよう。
よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろう。俺彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるから大事にしてくれ。俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。キャンプにするか？今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。俺かっこいいな。
一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。見て、あれじゃない？ギュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。だいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？ああ来るぞ。うわっ、やっ、おお、やった、すっげえ。さすが。まだだ。うわっ、さあ、からだぜ。
ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。レイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。あ、そうだ、せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？じゃあそれで。工場まで戻っておいで。わかった。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。うん？悪いな。そうだね。いいな。そうだな。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。ジャケット脱いだろうな。
買い物でもするか。ああ、行こう。ノクトも来てよ。任せたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。ノクト、あれ一緒に見ない？なんだ？よう、調子はどうだ？今日はどうするんだ？倒してきてくれるのか？気に入ったならまた来てくれ。ああ。
好みの品を選んでくれ。夜車走らせてたらあれ出てきてさ、死ぬかと思った。最近行動にも出るんだよな。車のスタンドにチョコボでくるってこと。ほら受け取ってくれ。また寄ってくれ。あ、そうだ。せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？どうする？好きな色を選んでね。何色にする？好きな色を選んでね。次はインテリアカラーを選んでね。ホイールカラーはどうする？今できるのはこれかな。どのステッカーにする？いいのあった？何色にする？好きな色を選んでね。これでいい？きっちり仕上げるからね。お待たせ、完成したよ。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。ここで降りるぞ。よし、行こう。行こうか。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行けばいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあそん時はレガリア貸してやる。おお。あ、いや待って、
それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。なんか聞こえたな。ここで降りるぞ。しょっと気分転換にはなるな。美人だし趣味も合うっていいよね。今度は誰との妄想だ。もう用もなくハンマーヘッド行きたい俺。ここで降りるぞ。行こうぜ。準備はできているか？あ、Thank you.
回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外ってうん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから。車は、アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。ん？いらっしゃい。するなよ。ああ、ちょっといいかい？さっきの荷物にメルダシオ宛てのが紛れててさ。メルダシオ、ハンターの教会か？ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノット、ついでだし持ってってあげようよ。準備はできているか？あ、よし、行くか。次のニュースです。ルナフレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ、祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため
近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間、カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、なにそれ、テレ。はあ、戦場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー、楽しみだな。ノクト、薬類の買い出しは忘れずにな。あいよ。やっと着いたな。船旅か、初めてだ。楽しみ。結婚式の記事か。ルナ・フレーナ様のドレスだって。おお、すげえな。こりゃ、お相手。いらっしゃいませ。ありがとうございます。またお待ちしております。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ、船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで出ねえよ、それ。お小遣いは。おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。お腹すいた。ようこそお越しくださいました。本日はどちらをご用意いたしますか。倒してくれればありがたいけど。またいらしてくださいね。
ダメだわ。船、明日にはちゃんと出るのかしら。なんで？オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ？記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃ、聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃ、静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ、宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。まいったな。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく、敵対はしたくない。いらっしゃいませ。かしこまりました。うん、うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介なんだって。どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？じゃあ腹減ってる、減ってんのか。ああ、分かった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌か？近くで釣りでもする？そうだな、やってみるか。ガーディナにようこそ。風が気持ちいい。海って思った以上に悪くはないかもな。そうか、お前あんま海知らねえんだよな。
明日にはちゃんと出るのかしら。いらっしゃい。海釣りでもしていくかい。またよろしくな。ノクト、これ見てよ。どうした？
武器振るよりうまいんじゃねえか。だな。
お、やったな、僕と。釣れるまでキングスナイフやってていい？やめとけ、王子がふてくされる。今ちょっとカッコつけた？つけてない。おお、にゃんこのごちそう。やったな、おい。釣ってやるから待ってろよ。うわ、もう重傷。参ったな、荷物を届けられないぞ。
式の後は王都にお連れするの、ルナフレーナ様。お、まあな、すぐじゃねえけど。おお、しかしノクトが結婚か。あれ、ほら釣ってきたぞ。え、魚嫌いなのか。あー、レストランに行ってこいと。ガーディナにようこそ。本当に綺麗ね。お帰りなさい。ご注文をお伺いします。悪さしてるのはこいつらね。またいらしてくださいね。ここ、猫が食えそうなものってあるか。新しい冷やかしかしら。え、あ、いや、あ、あっちに猫が。冗談よ、事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だからこの魚を一匹調達してきてね。お疲れ様。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。来たぞ。この贅沢猫。懐かれたっぽい。どうだろう、執着されてしまうかも。されちまうと大変だぜ。ノクト、クローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし、太るぞ。そうね。
君たちか。この前は世話になったな。あんたに荷物だよ。そうか、手間をかけたな。うん、また集まってしまったか。あの荷物、なんか集めてんの？興味あるかい？ドッグタグ。普段ハンターが身につけているものだよ。名前とか書かれてるやつだよね。集まっちまったってことは、ハンターは危険な仕事だからな。命を落とせば帰還できるのはこれだけ。生きてる人間が回収して遺族に渡すんだよ。今もちょうどこの辺を探そうとしていたところだ。マジかよ。君たちもし近くでドッグタグを見つけたら、俺のところに届けてくれないか。あ、まあ分かった。話によるとこの近くに一つあるみたいでね。ここの情報屋にも話を聞いてみてくれ。ドッグタグか。遺族の思いを考えれば回収してやりたいが。そうだね、確かに。情報屋にでも行ってみるか。毎度どうも。どうもです。お前だ、窓時計見ちまったよ。怖いなあいつら。イキニリス工業です。イキニリス工業はレッサルムの皆様の生活を支えながら、これからも絶え間なく電力を提供していきます。メテオから夢と希望を生み出す会社、イキニリス。フローズネストにようこそ。お腹は空いてませんか？手ごわい奴らばかりですよ。ありがとうございます。この辺も面倒な野獣が増えてきたよな。ここ車用品が多くて好きなんだ。なあ、お前機械に強いもんな。暴れるか。いいな、付き合うぞ。俺も。され。され。油断したなど。とどめかな。
さすがイグニス。当然だ。そうだ。ラクター敵のガードをかぶせこれで満足だろうルナイスクラディオああ無事かノクトはそれなり熱っジャケット脱いだらどうだ油断はするな。Thank you.
容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。いや今だ。うわー、ゼロ。よし、やったな。すごいね、やっぱ。問題ない。おりゃ！すっげえグラディオ！うん。解くか。
れ止めろ。フラット当たれ。フラットやってやる。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。奴は嫌われるぜ。一掃するぞ。頼りにしてるぜ、グラディオ。期待だな。無事で何よりだ。くれえな、照らすぞ。プロンプト、買い物を手伝ってくれないか。うん、いいよ。ああ、今日は何する。やるな。
何か食ってくか。強敵たちだ。腹が減ったら戻ってきな。よう、調子はどうだ。今日はどうするんだ。こいつらには迷惑してるんだ。あんた、勇気あるな。油断するなよ。あ、修理も燃料もバッチリです。これでよ。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。お、いい感じに取れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。うまく取れてるな。そろそろ行くか。エーガネス、もう行くぞ。すぐ行く。だるいな。そうだな。前を見ろ。悪かったって。
じゃ暴れるか。いいな、付き合うぜ。俺も俺も。せっ、覚悟してもらおうか。練習練習。頼りにしてるぜ、軍師殿。ああ、さっ、やっ、そっ、されてな。うおりゃあ、はい、どうだ。グラディオ外すなよ。よっ、うわぁ、シャレンダンパイ。せっ、悪かったって。えいっ、えいっ、てめえ。はっ、チャンプ。当たれ。頼もしいな、任せて。と、よ、グラディオブラッド。はっ、見えてる。ゾッとナイスグラディオ。危ない。うりゃ、状況は心配することだ。よし、臨機応変にな。おっ、はいよ。はっ、はい、よっ、よっ、おい、大丈夫か。あ、問題ない。やっ、せやれ。おら、て、てめえ、ブロッド。いや、くてや、とどめ。問題ないか。心配いらねえぞ。あぶれ。やっ、頼りにしてるぜ、軍師殿。当然だ。Thank you.
快晴だな。そうだな。店入ろうぜ。ああそうだな。来ないのか。おああじいさんの指令だ。ご苦労さん。ここら辺のことなら聞いてくれ。情報が欲しいんだ。標的たちだ。よろしく頼む。準備は万全にな。いらっしゃいませ。ダムです。ノクト。いろんなの置いてるな。今日はどんな武器が欲しいんだ。また来いよ。おう。はん。調子は？シャキッとしろよ。お、ちょうどいいタイミングだね。新作ができたよ。どうする？今できるのはこれかな。何色にする？また来てね。準備はできているか。あ、気分転換にはなるな。
ちにもモンスターいるじゃん。よし、戦ってこい。いや、俺だけ行くとかないでしょ。うわぁ、シャレになんない。で、滑った。ノクト、わかってる。どうよ。油断するとやられるぞ。くらえ。終わり。ノクト、うまいことやるじゃねえか。じゃな。これで満足だろう。ありがとう、助かった。やった完璧。ノクト、クローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし、太るぞ。そうね。気持ちいいな。そうだな。今度は何？確かこっちに。へえ、綺麗な色してんな。一人で十分だ。お前はここで見てな。なんだよ、一人でカッコつけんな。あ、いや、ひめった。
じゃあ本気出してみろよ。ああ、怖い。油断禁物って、よーし。やったな。その調子だ、ドクト。ああ。よっ。あれ。よっ。いい流れだね。よ、こっちどうだ。今のとこ異常なし。最後だ。無事だな。はいはい。行くぞ。ジャケット脱いだらどうだ。見つけてきてくれたんだな。ありがとう。いや、ただ拾っただけだし。あまり暗く考えないようにな。そうは言っても難しいか。俺もついいろいろと考えてしまうよ。これを回収する意味は重くて大きい。だがそれで手を止めてしまったら回収できない分が増えてしまうんだ。それもまた苦しいからね。ああ、そうだな。ハンターたちにもそう教えている。見つけたら積極的に回収してくれとね。準備はできているか。あ、よし、行くか。エグニス、止めてくれ。わかった。さて、どうする？準備はできているか。あ、
原石があるってのはこの辺りか？多分な。探してみるか。いい塗料になりそうだな。おあれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。今ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。ライトつけるぞ。了解。準備はできているか？あ、行こうか。
夜だとすげえ綺麗だな。オルティシエだともっと美しいそうだ。ガーディナにようこそ。いい匂い。じゃあ次の機会に。おお、俺、新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品で、ごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった銀貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品、ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。さあさあ、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。ま、出発準備できたって。何？ちょっと焦っちゃった？しっかり準備してきなよ。原石すげえ喜んでたな。作品くれたし。頼んだら何？
作ってくれるかな。高くつくんじゃねえか。でも世界に一つだからな。しかオルティシエのだ。ノクト、今日こそ対戦勝負。キングスナイトか、受けて立ってやろうじゃねえか。なら俺も参戦してやろうか。いい朝だな。あ、じゃ腕試しだ。
腕が上がったんじゃないか。やったな、おい。たまには俺に釣らせろよ。ああ、今度な。ノクト、巻くのやめろ。やったな、おい。ノクト、もうちょい喜びなよ。ラインの交換、まだいいの？
おう、何か必要になったか。頑張ってくれ。今日はどんな武器が欲しいんだ？受け取ってくれ。また来いよ。準備はできているか？あ、
エグニス、止めてくれ。分かった。気分転換にはなるな。悪かったってこいつで間違いなさそうだな。ああ、これヤバそうだね。これが鳴るぜ。大丈夫か。なんとか。今だ。頼むぞ。着いたぞ。着いたねえ、休憩しない？行こう。ノクト、来ねえのか？よう、調子はどうだ？今日はどうするんだ？倒してきてくれるのか？
頑張ってきてくれ。Thank you.